元の給料ぐらいがキープできるかな、まあちょっと下がるぐらいかなっていうような感じだったんだけど、うんうん、はい、竹田塾本部の株式会社エヴァの吉田部長と2本目ですけど、はい、中高年の転職の難しさ、まあでも吉田さんは結果、うん、エヴァ竹田塾に入って、まあ、ちょっとあの回り道をしつつして、はいはい、まあ、ちょっと失敗して、はいはい、その最初厳しさが分かってないから失敗して、うん、一社とか挟んでなったわけです、はい、結果これは、まあ、ラッキーだったんだよね、まあ、そうですね、はい、でも給料とか下がったでしょ最初、ね、下がりました、うん、ここもすごく重要なんですよね、うん、だからこれ一般的に大体ね800万ぐらいもらってると、うん、まあ、100万円に150万下がっても仕方ないってみんな思うんですよ、はいはい、でそのぐらいは分かってますって言うんだけど、うん、実際にそのぐらいじゃもう中高年は止まらないんですよ、はい、半分でいいですって言ったらあると思うんだけど、うん、半分でいいですっていうとこまではやっぱ下げられない、うん、吉田さんも実際かなり下がったでしょ、だからその一社挟んだところで聞いてた話と、うん、では元の給料ぐらいがキープできるかな、まあちょっと下がるぐらいかなっていうような感じだったんだけど、うんうん、まあ、なんか査定の仕方とかが自分が普通はこう査定するだろうなって思ってたのが、うん、めちゃめちゃ違ってて、うん、でなんかマイナスがついてくるわけですよ。結果的に言うとやっぱりこのままでいったら相当差があるなっていう感じになってきて、うん、それはだから100とか200とかって今言いましたけど、うんうん、まあ、そのぐらいは下がるなっていうくらいの会社なんだなってことに気づいたんですね、うんうん、そこから実はそのまあエイバーの林社長と、うん、まあ実はもうすでに面識があったので、うん、でいろいろお話聞いててそっちでちょっと仕事させてもらった方が自分のことがいろいろ活かせるんじゃないかと、うん、で雇ってくれませんかって話になった時に、うん、給料いくら欲しいんですかって話になって、うん、まあ、その当時のその竹田塾といったエーバーはそこまで、うん、それはそうだよね、出せないと、うん、でその長瀬時代から言うと正直半分近くまで下がるというのをもう覚悟してというか自分の方でこれだけは最低ないと生活できないと、住宅ローンとかもあると、うんうんうん、いうのを計算を出してこれを約束してほしいと、うん、でその代わりにまあなんか利益が出た時にこれじゃあずっとはできないんで、うん、頑張って売り上げ上げたいし、あの利益出るようにしたいんで、そうなった時にあの考えてほしいということで、うん、一旦その半分近くまで下がるみたいな、うん、なるほどね、うん、だからその話を聞くとやっぱり一社挟んで、うん、あちょっと勘違いしてたな、うん、世の中厳しいなっていうことが分かったから、うん、その半分近くまで下がってもっていう風に腹がくれたんだと思うんですよ ね、まあ、これは非常に重要な話だと思うんですよ、うん、僕もまさに同世代のもうみんな、うん、まあまあ結構もう今ね辞め出してますから、はいはい、銀行もね広いわけです、はい、まあ、銀行だったら役職定年だよね、うん、でもその時に銀行員だったらやっぱりそれなりに低くてあまただろう、あまただろうと思うけど、それは実際にはそうではない、もう今の時代ね、うんうん、やっぱりそれなりにやってきたからなかなか思いづらいんだけど、まあ、吉田さんの話がオーバーじゃなく一旦半分になってもいいぐらいのとこまで腹をくくらないとなかなか決まんないと思います、うん、本当に実力があったらその後上げてくれと、それが言えるかどうかだろうね、頑張ってこっちも上げるしかないわ、うん、取る側からしたらやっぱり時代も本当にどんどん変わっちゃってるから、株元の社長みたいな会社がたくさんあって、はいはい、うん、専門職が外注していけばいいとかね、うん、そういう中で正社員を取る、中途で取る、やっぱりそれはすごいことなんだよね、はい、うん、本当に自信があるんだったら1000万もらってましたけど500万でいいですって言ったら、あこいつすごいと思うね、はい、で500万取ってみて500万だったらなんであいつと変わんないじゃないかぐらいになって、うん、で入って本当に良かったら上げてくる、うん、そうですね、そのぐらいの気持ちじゃないとなかなか決まっていかない、うん、そうじゃなかったらやっぱ人脈を、そうですね、うん、どっちにしても人脈がなかったらダメだったと思います。要は自分一人でやれることに限界が出てきちゃって、うん、誰かその知ってる人に相談しようっていう、そういう話になってくるわけです、うん、もうそのどっか紹介してくれるのはそれでもいいし、うん、あるいは自分の知らない情報がないと次の手が打てない、うん、だからその時に何が重要だったのかって言ったら人脈だったって話なんですよね。あ、そうね、吉田さんの転職のこの話は結構あの今転職に悩んでる方、まあまあ給料をもらっててね、まあまあ給料をもらってて転職しようかというふうに悩んでる方の参考にはなると思います、はい、でまあそうですね、次回もう一本ぐらいちょっと僕の転職話をしますか、はい、はい。